熱戦が予想されますが、ここでライオンズの注目選手ピックアップしてきましたのでご覧ください。まずは昨日の勝ち越しだったキャプテン源田壮亮選手、チームを勝利に導くヒットで今シーズン初の立ち台になりました。頼もしいキャプテンの活躍はチームに勢いをつけてくれます。今日も走行し全てにおいてたまらんプレーに注目していきましょう。そして昨日は1点のリードを4人も継投で逃げ切ったライオンズ、続いての注目選手は中継ぎ投手ならこの人です。3番手で登板の平井和典投手、しっかりと3人で切って取りスワローズの流れを止めるピッチング。登板数22は佐藤俊介投手に次いでチーム2位の試合数。